お疲れ様です吉田さん昨日ねある行政機関に電話をしたんですよまあ一つ思うのがその行政機関っていうのがね電話でしか受け付けてないっていうんですよあの今の時代メールとか LINE っていうのでやり取りすればすごく効率的なんですけどねまあでも電話しかないっていうので電話をかけたんですねまあ、そうすると担当者が他の電話に出てるだから5分ほど待って折り返しますっていうふうにその電話に出てくださった方が言ってくださったんですよ ですね、で私まあ待ってるじゃないですか。うん。で、ちょっと気がつくとね、まあ5分後ぐらいではないんですけども、数十分後に電話がかかってきて着信が入ってたんですよ。で、その着信をもとに電話をすぐかけ直したんですけども、その時間がなんとね、17時02分だったんです。はい。私がかけた電話、電話の自動応答になりました。申し訳ありませんが、17時以降は電話を受け付けておりません。ぷーって感じでですね、留守番電話も入らないという形で <laughs>、何をやってるんでしょうね。 あの17時02分にかけてもうすでに通じないっていうのとあのこちらが着信に気が付いて折り返した時点でもう間に合わない時間にね向こうから電話が入ってるっていうねこのなんか愚,め愚かめややさしさっていうんですかえそれからあの私ねあの同じ行政の,その役所の方にね何度かやり取りをしたことがあったんですよ。 あの、LINE で連絡を送りますよとかね、メールでちょっと送ってくれませんかあ、メールとか LINE とかないんですよって言われるんですよね。そんな、今この時代に30年ぐらい前にインターネットが始まってね、LINE もないメールも送らないどういうことなんですかあなたは個人的にメールとか普段使ってるでしょとかね。社内でのやりとりってメールやってるでしょなんだったら友達とやりとりするのに LINE を当たり前のように使ってるでしょ他の同僚とかね、上司とか先輩の方も 誰一人使ってないかって言っていないんじゃないですかって言ったら確かにそうなんですけどって言われて <laughs> でまあそこのね上長の方を呼んだんですよ <laughs> で「あなたは LINE とかメールって普段使ってます?」って言ったら「あ,あ使ってますよ」ってううに明るく答えたんで「じゃあなんで私たちサービスを受ける顧客からのメールや LINE を受け継げないんですか?」って言ったら「いやそういうのやってないんですよね」とかやってないじゃなくてデジタル庁とか大層のものを作ってねで肝心なところでメールも電話もあーメールもね LINE も使えずに なんだったらね、ファックスとか電話みたいな、ほとんどの人がもう取り外してるものでしか対応してないってどういうことですかと。しかも、電話をするとこうやって、私みたいに苦情を言ってくる人にね、一人拘束されるでしょその間、他の役所の仕事って停滞するじゃないですかとかね。まあ、いろいろとね、あの、通り一遍の苦情を申し上げたんですよ。そしたら、あまあそうですね、検討します、検討しますばっかりって言っててね。<laughs> まあ、しょうもないなと思いながらも、まあでも、この行政職員の方も、 仕方がなくね、その非効率的な仕事を押し付けられてるんだろうなと思ったんで、最後に申し上げたんですけども、という苦情があって仕事が停滞するから、なんとかこの現場の声を、あのね、もっともっと強い役所の方、中央省庁の方に上げたらどうですかとかね、総務省の方に上げたらどうですかと。今の時代、あの、地方公共団体がね、メールも受け付けない。で、LINE もダメ。こんなんじゃ事業が停滞しちゃってしょうがないですよ。うん そういうふうなあの、一個人として働く人の立場として、えー、職場を変えていくためにねそういうふうな考えを今度機会があったらね上申されたらいかがですかとかね <laughs> まあおせっかいながら申し上げたんですけどもねまあでも本当、いまだに電話しかないとかになっちゃうと電話って基本的に1人1本しか取れないじゃないですかで電話の数もいっぱい入れとかなくちゃいけないしあそうかだからあれだ電話のリースの 会社ににりするるためにそのの電話のシステムをメインでで使ってるっててなんですかねそうなるとが,がいきますねだってほとんどの家庭で電話が外されているこの時代にねファックスもなくなってる時代にそのなんでね役所ばっかりがね電話とかファックスを主に使うかっていうと電話やファックスの外注先が結局そういうふうな中間団体からできていて役所を終わった後にまあ一般職員さんはダメですけどもね あの官僚とかがそういうところに天下りするためにあのメールとか LINE とかっていうねあのコストのかからない通信手段を取らないんでしょうかねなんとどういうことなんでしょうかねこれはねまああれですねうんなんか闇ですねこれはね行政の闇ですねいってらっしゃい